ウィリアム・アダムス・ミューラーン人のイギリスでの生い立ちと背景、早期の生活、出生ウィリアム・アダムスは1564年、イングランドのケント州グラブルックに生まれました。航海者としての技術を身につけるため、若い頃から海に出ています。航海者としての経歴、航海技術の習得。アダムスは船員として働きながら、航海術を学びました。彼は特に航海術及び天文学に優れており、イギリスの船舶会社で働く中で、その技術と知識を磨き上げました。海軍における経験。彼は一時期、イギリス海軍で働き、スペインとの戦闘に参加するなどしています。その経験が、後の冒険に大きな影響を与えました。オランダイーストインディアカンパニーとの関わり、オランダイストインディーコンパニーへの参加。1598年、アダムスは、オランダの東インド会社の一員として、リフドという船に乗船し、アジアへの遠征に出発しました。この航海が、彼を日本へと導く、運命の航海となります。総括、ウィリアム・アダムスのイギリスでの生活は、航海術の習得と海軍での経験が中心でした。彼の生活とキャリアは、彼がいかにして高い技術を持つ航海者となったかを示しています。彼の日本での成功は、イギリスでの厳しい訓練と経験があったからこそ、成し遂げられたものでしょう。デリー筆号の壮大な航海には、多数の困難が存在します。この航海は、単なる貿易航路の探求以上の意味を持ち、乗組員たちの勇気、冒険心、そして生き残るための闘争を象徴しています。以下でさらに詳細な側面を見ていきましょう。出発準備と乗組員。準備段階でリーフデ号は、他の4隻の船と共に、オランダ東インド会社による、初めての航海隊の一部として、備え付けられました。船は、132トンの荷重を持ち、乗組員は、約100名程度でした。船には、大砲と武器が装備されており、海賊や他国の船との遭遇に備えられていました。乗組員包括されていた人々は、船員だけでなく、商人、冒険家、職人など、多岐にわたります。彼らは、未知の土地での富を求め、また新たな生活を始めることを夢見ていました。アフリカ岩とマゼラン海峡の苦闘。アフリカ岩船団は、嵐や疫病、航海技術の未熟から、アフリカ岩で大きな遅延を経験しました。特に食料不足は深刻で、解決病が乗組員の間で広がりました。マゼラン海峡。この地は、船団にとって最大の挑戦の一つでした。海峡の不安定な天候と複雑な航路は、船団を何ヶ月も停滞させ、多くの船員が命を落とす結果となりました。太平洋での孤独と漂流、漂流。マゼラン海峡を抜けた後、デリーフデ号は方向を失い、広大な太平洋での長い漂流を余儀なくされました。この期間中、船は極度の食料と水不足に見舞われ、多数の乗組員が、飢餓、または疫病で亡くなりました。心理的影響途方もない孤独感と絶望の中、乗組員の間には、頻繁に暴動が発生しました。リーダーシップが試される中、共同体としての結束が、乗組員を支えたと言われています。日本での新たな人生、日本到着島原半島に漂着した際、乗組員は疲弊し尽くし、地元の住民との最初の接触は、非常に警戒心を持って行われました。しかし、次第に双方の間で信頼関係が築かれ、乗組員は、食料と保護を受けることができました。ウィリアム・アダムスの影響。ウィリアム・アダムスは、特に日本で成功を収め、徳川家康に仕える外国人として、高い地位を獲得しました。彼の存在が、後のオランダと日本との貿易関係樹立に大きく寄与したとされています。デリー筆号の航海は、困難極まりない状況の中での生き残りのための奮闘と、未知の土地での新たな人生を求める冒険の物語です。ウィリアム・アダムス、ミューラーン人の、辺見現横須賀市での活動、辺見での放置と生活、放置の与えられる、徳川家康から信頼を得たアダムスは、1613年に、辺見現在の横須賀市に封じられ、ここに住居を構えました。家康から200石を与えられ、後にさらに100石が加えられるなど、彼の地位は、しっかりと確立されました。彼の影響と活動、社会的文化的交流。アダムスは、辺見で日本庶民との交流を深める一方で、日本とイングランドの間の文化交流の橋渡し役として、多くの貢献をしました。彼の努力により、日本における西洋技術の導入が進み、特に造船技術において、顕著な影響を与えました。長崎との関連。辺見での活動と並行して、アダムスは長崎での貿易にも深く関与し、日本における西洋との貿易窓口の一つとして、重要な役割を果たしました。彼は西洋の航海技術や召喚集を日本に伝え、相互理解の促進に貢献しました。総括、ウィリアム・アダムスの横須賀市辺見での活動は、彼がどのように日本社会に溶け込み、また日本の西洋化に寄与したかの見本となっています。彼の存在は、日本の歴史において、外国人が果たした、独特な役割を象徴していると言えるでしょう。
三浦按針、ウィリアム・アダムスと徳川家康の関係、1600年の出会い、来航1600年、ウィリアム・アダムスが乗船していたリフト号が九州に漂着したことから、彼の日本での生活が始まります。家康との初対面当時、家康は関ヶ原の戦いを控えており、アダムスとその船の乗組員を招聘。アダムスは家康に船の技術、航海術、西洋の知識などを直接説明しました。家康による保護と採用、信用と利用アダムスの航海術や西洋の知識が家康の関心を引き、彼は三浦按針新たに与えられた日本名として使えることになります。家康は按針の知識を活用して国内の造船技術の向上や外国との貿易戦略を練る上で彼を重用しました。専属の外交顧問家康は按針を外国事情の専門家として重用し、ポルトガルやスペインといった国々との交渉にも一枚かませました。家康の信頼は厚く、按針に日本人としての地位も与えられました。利益の影響、造船と貿易やんはりの助けを借りて、家康は日本で初の西洋式帆船を建造。これにより、徳川幕府の海外貿易能力が格段に向上します。外交政策への影響、やんはりは、家康の下で、日本のキリシタン禁止の政策決定にも、間接的に関与。西洋列強の宣教師や、貿易商人との交渉では、彼の存在が重要な役割を果たしました。検証された存在、豊昌家康からは敷地と家屋、さらに恩給として米を与えられるなど高い待遇で遇されました。これは日本において外国人として非常に特異な例であり、家康と按針の関係の深さを示しています。総括、三浦按針、ウィリアム・アダムスと徳川家康との関係は単なる収集を超えた共働き関係でした。按針の技術と知識が新しい徳川幕府の政策推進や日本の近代化に直接的な影響を与えたのです。家康は按針を戦略的に利用して日本の国際的な航海と貿易能力を高め、外交方針を確立しました。この事実は幕末期に向けての日本の外交政策の基礎を築いたと評価できるでしょう。三浦按針の徳川将軍家における地位、彼は家康から旗本の地位を与えられていた。ちなみに旗本とは徳川将軍家に直接仕える幕臣であり、六高1万石未満で将軍を謁見できるお豆以上の者のことを言います。旗本の数は俗に旗本八万騎と言いますが、実際の数は約5000人余りでした。本日はご視聴誠にありがとうございます。番組登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。